100キロマラソン、感想の富士山本健太アナ、疲労骨折でポカポカに車椅子登場も激ツ声援殺到。テレビの山本健太アナ、25日26日、同局のポカポカに車椅子姿で登場。FNS27 時間テレビの100キロサバイバルマラソンに参加し、疲労骨折したことを明かした。この日、いつものように始まったポカポカ。 では、MC の原市と神田愛花43によるオープニングトークに続き、レギュラー陣が登場。なんとその際、ゴリエことガレッジセールのゴリ51に押されて車椅子で登場。ゴリの勇者の時間じゃという掛け声と共にスタジオを若富士テレビの山本健太アナ25日26日同局のポカポカに車椅子姿で登場。 FNS27 時間テレビの100キロサバイバルマラソンに参加し疲労骨折したことを明かした。この日、いつものように始まったポカポカでは MC の原市と神田愛花43によるオープニングトークに続きレギュラー陣が登場。なんとその際、ゴリエことガレッジセールのゴリ51に押されて車椅子で登場。 ゴリの勇者の時間じゃという掛け声と共にスタジオを沸か。51に押されて車椅子で登場。ゴリの勇者の時間じゃという掛け声と共にスタジオを沸かせた。その後、原市の沢部37区から拍手と共に激励を受けた山本アナ。全走者のうち乾走者がたった6人という過酷なレースだっただけに。 スタジオの雰囲気も興奮気味だった。トークは知らないけどマラソンの走りはかっこいいよ。とゴリも山本アナの肩を揉みながら褒めたたえた。51に押されて車椅子で登場。ゴリの勇者の時間じゃという掛け声とともにスタジオを沸かせた。その後、原市の沢で37七から拍手と共に激励を受けた山本アナ。 全走者のうち完走者がたった6人という過酷なレースだっただけに、スタジオの雰囲気も興奮気味だった。トークは知らないけど、マラソンの走りはかっこいいよ。とゴリも山本アナの肩を揉みながら褒めたたえた。51に押されて車椅子で登場。ゴリの勇者の時間じゃ、という掛け声とともにスタジオを沸かせた。その後、 原市の沢部37府から拍手と共に激励を受けた山本アナ。全奏者のうち完走者がたった6人という過酷なレースだっただけに、スタジオの雰囲気も興奮気味だった。トークは知らないけどマラソンの走りはかっこいいよ。とゴリも山本アナの肩を揉みながら褒めたたえた。そんな山本アナのインスタグラムにはファンから 山県お疲れ様でした。感想感動しました。とてもかっこよかったです。熱い走りに痺れたぜ。まずはゆっくり体を休めてください。頑張り続ける姿に涙が止まりませんでした。本当にかっこよかったです。山県おめでとうございます。これからも活躍を応援します。いつも元気と勇気をもらってるよ。真摯な姿の山県が大好きです。 ゴールした姿を見て感動しました。感動して泣きました。そうやかだね、などの感動コメントが多く寄せられた。